ウラレポ音声レポートウララジです。ウラレツはミッドウィークに川崎フロンターレと対戦してアウェーで1対1の引き分けに終わりました。そして今週末日曜日にはアウェーまた鹿島スタジアムでの鹿島アントラーズ戦となっております。今日も河合孝さんに聞いていきたいと思います。高根、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川崎とは1対1の引き分けで、まあ、優勝目の前で決められてしまいましたけども、いやマリノス何やってんのって言いたくなってしまいますけれども、ね、でもその前に自分たちが何とかしなきゃいけなかったですね、はい、まあね、うん、いやもう前半ですよ、全ては。はい、前半だいぶ押されちゃいましたね。押されたというか、うん、もう自陣から抜け出ることができなかったですもんね、うん、両サイドバックが高い位置を取りたいのに、はい、取らせてもらえなかったっていうのが正直なとこですね、うん、そこのね川崎の組み立てプレスのかけ方、うん、もう前半見てたら、はい、うまいなとかって思っちゃいました、うん、正直、うん、あ、これが優勝するチームなんだって、うん、ただそういった中でもしっかり中締めて、はい、うん、なかなかこう決定機っていう、はい、まあ危ないシーンは確かにありましたけれども、うん、まあ、我慢強く守れてたなっていう部分ですよね。飲水タイムぐらいまでお互いシュートもほとんど打てないような状況です、ね、そうですよ、うん、だって最初のシュートが川崎22分だったかな、うんね、うんうん、いやちょっと待ってよみたいなね、はい、でも浦和もいい守備をしてるんですけれども、うん、そこからマイプレスでディフェンスラインが下がっちゃってますし、うん、両サイドバックが上がってるわけじゃないんで、はい、うん、攻撃のこう組み立てる時間っていうのが ね、作れなかったですね、うん、で作れないから、うん、こう縦にこうね、じゃあ入れましょうって、はい、入れた途端で向こうの寄せも早くて、うん、数的不利な状態になってるから、はい、収まらない、うん、ボールがすぐに奪われる、うん、またこうサイドに寄せて逆サイ展開されてとか、はい、ね、うん、いや展開されるかなと思ったらカットインされてきて、うん、中央だからね、外外中外、うん、中とかっていう使い方が、うん、まあ浦和がやりたいんですけどとかって思いながら、はい、でもまあよく耐えてましたけれども、うん、いやー痛いし点だったかな、失点シーン、セットプレーの流れからでしたけどね。そう、うん、で岩波選手もギリギリね、うん、戻ってたんですよね、ゴールの中にね、はいはい、うん、あそこちょっとね戻るタイミングっていうか、うん、もう本当に0コマ何秒の世界ですよ、まあ、0コマ何秒で、ね、うん、ちょっと合ってたら、うん、跳ね返してたと思う、絶対ブロックしてたと思うギリギリでした、ね、それがね、もう左足だったかな、かすめてる、うん、いくような感じでスッて抜けてっちゃいましたからね、うん、はい、うん、まあ前半の戦い方、うん、あれでよしってしちゃいけないと思うんだ、本当に、うん、やりたいことをやられましたからね前半。そうですね、まあ、後半多少盛り返せた部分もありますかね。いや後半盛り返しましたよ、うん、やっぱりね、コロキ選手投入は大きい、うん、だいぶやっぱ変わりますよね、雰囲気がね。いやね、ロングボール、うん、ポーンと蹴ったとしても、うん、コロキ選手がしっかり収めて、うん、相手のディフェンスライン下げさすことができるじゃないですか、うん、はいはい、でそこでキープして、うん、そこからこう周りのね、だから今まで上がれなかった両サイドバックがこう、はいはい、上がってくる、もしくはね、うん、インナーラップかけるとかっていう厚みがついたじゃないですか、うん、はいはいはい、そうすることによって、うん、攻撃のパスコースっていうのがすごく増えるし、うん、自分たちが保持できるっていう、うん、結構いい形を私は後半作れていたと思う。興梠選手、うん、ああ3ヶ月ぶりの試合なのにこんなに試合感ね、うん、普通だったらないはずなのに、うん、今自分が何をしなきゃいけないか、うん、じゃあどういうふうに動こうかっていうのが、うん、はあ、これが興梠選手の IQ の高いとこなんだな、うん、今まで身体能力って言ってね鹿島時代は来てましたけれども、はいはいはい、浦和に来てからもう、うん、
本当に全然違う選手になりましたからね、うん、それでゴール前でのうまさ、はい、ね、強さ、うん、そういうものをね、まだそこまでねシュートは打てませんでしたけれども、うん、まあ、3ヶ月ぶりの復活ののろしを上げてくれたなっていうふうには思い、残りの4試合の戦い方で、うん、興梠選手の復活はもう本当心の支えになりました、ね、リカルド監督の中でも興梠選手のチョイスっていうのはね、少しこれで、まあ、興梠選手としてはアピールできたんじゃないかなとは思いますよね。いや、アピールどころじゃないですよ、ね、まあ、なんで使わないんだっていうふうに思うぐらいですけどね。いや、やっとやっと膝の状態とかも良くなって、うんうん、そのね、練習の中からこう上がってきて、うん、でちょっとキャスパー・ユンカー選手が違和感があったみたいなので、はいはい、大事を取って、うん、ベンチ外っていう部分でチャンスを、まあ、うん、ね、チャンスが回ってきて、そのチャンスをしっかりと生かす、うん、これがもう本当に浦和の勘ですよ、うん、いや、もうそういった中でね、はい、もう前から前から行くんだ、自分たち、ね、うん、絶対勝つんだ、まずは同点1点入れようっていう気迫が溢れてましたね、後半ね、はい、うん、ただうまく守ってましたね川崎まあそれをなんとかね、こじ開けて酒井選手が同点ゴールを決めてくれましたからね。いや、これスローインじゃないですか、相手の、はいはい、相手のスローインで自陣の深いとこだったじゃないですか、うん、川崎の、うん、あそこ囲ってパスコース限定させて、はい、うんうん、そしてそのパスミスを誘うみたいな形で、うんうん、あの伊藤選手がね、うまく拾って、はい、そこからの江坂選手の動きがもうしびれるしびれる、うんね、自分がこう中に、ね、伊藤選手からパス受けて中に入ってってね、うん、中に入っていったところは相手ディフェンダー2枚引き連れましたからね、うん、そこを嘲笑うかのようにスッと、うん、もう後ろに目がついてるのか、うん、伊藤選手が呼んだのか分かりませんけれども、うん、ヒールでスッと出したんでしょ、うん、スイッチしたでしょ、あそこで、うん、あそこでもう決まったと思いましたもん、うん、まあ伊藤選手あそこでしっかり決めてくれたらもっと素晴らしかったんですけれどもね、でも酒井選手もね、あそこにサイドバックの選手がですよ、ね、あそこに顔出してるんですから、うん、もうこのぐらい厚みのある攻撃を常に仕掛けていきたい、うん、常にこういうシーンを多く作っていきたい、うん、まあ、シュートのこぼれ球に飛び込む、ね、あの結構ね、うん、1点が欲しいためにあちょっと焦ってミドルシュート打っちゃったかなとか、うん、打たされちゃったかなっていうシーンもありましたけれども、はい、うん、まあ、平野選手なんて確実にまあミドルシュート枠には飛ばしていましたけど、はい、うーん、もうちょっともう一工夫、うん、まあ、相手ディフェンダーをね、うん、引き出すためにはもうすごい有効なんですけれども、はいはいはい、打っといてその後じゃどうするっていう、うん、部分とか、うん、でもまあ気迫が溢れて、はい、うん、で11、うん、それは良かったですよ、うん、そして、ね、11になった途端に、はい、川崎が攻撃のギア上げてきてアディショナルタイムいや川崎勝って優勝決めたいよね、そうだよねって思いましたけど、西川選手よく止めましたよ、ね、あのアディショナルタイム、うん、ね、まあ、勝ち点3は取れませんでしたけれども、はい、ね、まあ、ちょっと川崎の優勝に爪痕を残したかなっていうのと、うんうん、はい、まあ、貴重な勝ち点1ポイント残り4戦、この1がどうなるかですね、3位内に入るには、まあ、勝ちが正直欲しかったところではありますけど、まあ、この1でなんとかギリギリ3位内の可能性は残ったのかな、あります、うん、ね、あります、うん、で、あのレポートにも書きましたけれども、はい、鬼木監督がもう一つタイトルあるよとかって言って、うん、すんごい満面の笑みをたたいながらあのおっしゃってましたけれども、はい、もう一つのタイトルは浦和がいただきます、うん、まあ川崎にね、決勝まで行くと当たる可能性があるということで、はい、ね、そこでそうですよ、うん、リベンジができる機会が最後であるか、最
最後今シーズンの終わり、うん、今年の締めくくり、うん、で川崎に今年の最初大敗しました、はい、そこからチームは少しずつ成長して、うん、ね引き分けて引き分けて、うん、ね、ルヴァンで、うん、でもルヴァンでも引き分けだけど敗退に追い込むことができた、うん、で今回リーグ戦でも、うん、あの引き分けだった、うん、勝ちきれなかった、うん、けど前半苦しんだけれども後半しっかり立て直すことができた、うん、そういった、ね、ポジティブな部分を踏まえて、うん、今年の最後天皇杯勝つんですよ、うん、浦和が。まあドラマができてますよね。その前にまだリーグ戦は4試合残ってて、日曜日には鹿島スタジアムでの鹿島アントラーズ戦と、まあ、まさに鹿島と勝ち点59で並んでるので、まあ、また6ポイントマッチというか、もうこれはね絶対に叩かないといけない相手と、もうどの残り試合全部ですよ、まあもうね、全部決勝ですからね、まあ、本当に、うん、でも特に鹿島に対しては、うん、あの申し訳ないですけれども、うん、あの勝つそれしかないです。もう、ね、それしかない、勝つイメージしかないです。勝つイメージしかない、うん、もう鹿島に対していろんな思いがありますからね、浦和としては、ね、うん、もう昔のこととか考えてる、うん、もう反骨精神です、うん、もう鹿島スタジアムからね、うん、負けて帰ってくるとはその道のりがねどれだけ長く感じてね、情けなくどんどんこう自分がちっちゃくなっていっちゃうっていう。逆に鹿島に勝つとね、勢いに出たりするっていうね、ところがありますからね。そうなんです、ね、そうです、うん、そうです。そして気持ちよくもう帰宅に着きたいなっていうのと、あと参戦できない人は気持ちよく、はい、うん、夜のね、うん、秋の夜長を過ごしていただきたいなっていうふうに、はい、思いますけれども、はい、鹿島もいやらしいですね。ちょっとね調子上げてきましたね、うん、ね、うん、本当にちょっと調子を上げてきて、うん、いや前プレスからね、うん、非常に縦に速い、はい、もうショートカウンターで狙ってきますしね、うん、もうリカルド監督は、はい、あの安西選手、うん、左サイドバックですよね、はいはい、あの安西選手はインスイングでもアウトスイングでもいろんなクロスを持ってるって、うん、で中盤にも、ね、チームにプラスをもたらす選手たちが揃ってる、うん、あ中盤もそうだよな、三沢選手もいるしな、はいはい、とかね、うん、でもあと外国人選手たちがすごいこう噛み合ってきてるっていうようなこともおっしゃってましたね、うんうん、まあ簡単な試合にはならないでしょうけど、ならないですよ、ね、うん、そう上田選手もねディフェンスの背後を狙うのうまいですし、うん、ね、まあ、途中から出てくるかもしれない荒木選手とかの技術があって、はいはい、ゴールに狙ってくるっていうようなところを鹿島を警戒しつつ も、うん、もう最高のレベルで、うん、もうメンタル的に浦和は強くなりましたんで、はい、神戸に大敗してから、うん、またちょっと自信を取り戻してきましたし、うんうんうん、鹿島はだって天皇杯で川崎に、ね、はい、ね、1-3 で敗れてるんですよね、うん、でうちは川崎に 1-1 ですからその差がありますね、そのぐらいの、うんうん、差をつけてしっかりと自分たちのリズムで、はい、もうね前から来るの嫌だつなげないって思っても、うん、冷静にいなして、うんうん、そこは勇気を持って行きたいですね、うん、川崎戦にあのキャスパーユンカー選手がメンバー外でしたけど鹿島、はい、練習には参加しているっていうコメントですね、そう、うん、今日の会見で、はい、金曜日の定例会見で、うん、そういうふうにおっしゃってましたね、うん、鹿島戦はまあ、メンバーに入るんですかね、入るかな、どうだろう、内部情報なので、うん、ってなんかこうあまり言いたくないみたいな、なるほど、あの突っ込んで聞いた記者さんがいらっしゃいまして、はいはいはい、内転筋ですかとかって、うん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 、突っ込んで聞いたんですけれども、はい、あの内部情報なので詳しい状態は答えられない、うん、うん、そんな感じでした、うん、練習はしているっていう感じでした、うん、なるほど、え、そ
そうですね。あと柴田選手の状態もね、すごい気になるし、川崎戦の感じだと気になる感じですよね。うん、でそこもあの名言を避けましたし、坂井、うん、まあ、選手はね、私ね大丈夫だと思うんだ、うんうん、まあ、代表戦もありますけれども、そうですね、まあ大丈夫ですよ、うんうん、で秋元選手は中断明けぐらいに戻ってきてきてくれればなとかっていうような表現、はい、鹿島戦まではちょっと間に合わないって感じですかね。まあそうですね、うんうん、それはいやでも興梠選手がいますから、ね、もう浦和の興梠選手がいますからあの思い出せば古巣ですからねそうなんです。でもあの時のあの若い興梠選手とは違いますから、違う興梠選手だったんですけどね、え、あの身体能力だけでプレーしてた興梠選手とは違いますから、はい、もういやらしかったですもんね、あのヘディングシュートとかで、ね、うわこんなヘディングうわこんな動きでこんなバランス崩しながら決めちゃうのとかっていうような ね、ポーズもやられましたけどね。今は正直言ってベテランの域に入り、はい、うんうん、まあ、身体能力は確かに落ちたかもしれないけれども、うん、その分サッカー IQ がもうグーンと、うん、あの思い起こせばペトロビッチ監督からずっとこう鍛えられてきましたからね、うん、素晴らしいですね。またちょっと見たいですね、興梠選手はね。いやー、鹿島戦で決めてくれますよね。決めてほしいですね、ちょっとね。うん、若い選手は嘲笑うかのように、うん、決めてくれると私は思います、はい、信じてます。高根への質問などございましたら、ウラレポ記事内の投稿フォームかコメント欄にて受け付けております。この音声レポートではウラレツの日々のレポートをお送りしていますので、高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日も高根ありがとうございました。どんなに前からプレスをかけられても、しっかりと頭は冷静に心は熱く勝ちましょう勝ちましょう。